ブラージュ・モルバンジュに置かれた GFM タイプ A クロシュ。GFM クロシュとは、マジのラインにおいて最も一般的に備えられた防御用装備の一つである。クロシュとはフランス語で金の意がある。これは固定式で地中への引き込みができない加点であり、内部の要因を防護するため分厚い中鉄で製造されていた。これと比較すると、砲塔は旋回でき、 しばしば地中に引き込めるため、上部天外のみが露出していた。GFM とは、ゲターイ・フーゼル・ミトレイラーの頭文字である。これは監視書と消火器による加点としての用途を言い表したものである。マジノラインのウブラージュに配備されていた多くのバンカーやブロックはいくつもの固定式キューポラやクロシを装備している。キューポラ軍はバンカー内部から兵員が偵察したり、 あるいは完全な防御車兵によって敵の攻撃を撃退できるよう設計されていた。各黒種の兵装は多様である。しかし、普通は火器のようなものを組み合わせて装備していた。GFM 黒種の内部。アブリーで発展のものを下部から見上げている。黒種は2つの中鉄製の構造から成り立っている。コンクリート製の戦闘用ブロックに円筒状のシャフトが据えられ。 内張りや台座が施された。その上の黒種自体は、1929年モデルでは、高さ2.7メートル、外部の直径が1.6メートルで、コンクリート製の周囲の台座から0.52メートルほどが、突き出している。排水のために黒種周囲の台座にはスロープがついて、折り、より見晴らしの利く地形を打つことにもなっている。内部には、重荷が収められた。 20センチメートル厚の黒種内には1名の要員が入り、いくつかの開口部の一つから射撃できた。射撃用の開口部は長方形で、様々なシャッターや重火を取り付けており、これらは普通は弱点から命中弾を逸らすため階段状になっている。銃の省エ栄を除くために、重心にホースを取り付けることができた。黒種の地上露出部分には、 高耳に似た突出部が両側面についているが、これは持ち上げ用の接続ポイントである。GFM クロッシュには2種類の主要なタイプがあり、どのタイプにもサブタイプが一揃い存在している。1929タイプ A クロッシュは最初のモデルである。これによりサイズを縮めた派生型、より延長したバージョン、より拡幅したバージョン、また2名を収容できるモデルがある。 1934タイプ B クロッシュは直径がより大きく走行も分厚い。よりよく敵の射撃に耐えられる休憩重火から射撃するよう開口部が再設計されている。いくつかのタイプ A クロッシュは新しい重火を装備した。すべての GFM クロッシュには上部にシャッター付きの装具が付いており、ここを介してペリスコープを押し上げ覗かせることができた。 GFM タイプビーク助手、ウブラージュシュナンブールに設置。ありがとうございます。